エルダゲームチャンネルへようこそ。今回も 2D ゼルダライクゲームのオーシャンズハートの続きをプレイしていきたいと思います。さて、やっとね、嵐の島っていうのが分かったんで、まあ、それやっていくんだけど、これだね、まあ、後悔してるくれる人を探すっていう話だから、まあ、とりあえずリリーかな。なんでリリーのところまで来ました。で、多分ね、海図があればどこでも行けるよってあるんだけど、嵐の島行けるんだね。まあ、アイテムも前回と違って揃えてきたんでね、多分余裕で行けるんじゃないかなと思います。じゃあ、やっちゃいましょう。さあ、またギミック的にはどうなんだろうね。大変そうな雰囲気はあるけど。めっちゃ音するな。ほい。おう、これ右は？あー、やっぱ落ちる。あれ、でも船があるね。親父さんの船かな、これもしかして。一隻だけあったけどね。なんかいるな。ダメージなしか。あれ、なんか懐かしいな。ブルートスじゃん。え、またお前か。安心しろ。戦う気はないぜ。この前お前に散々やられたからな。俺はもうヒゲの旦那のために戦うなんてごめんだよ。あら、改心したのね。何があったの？俺たちはお守りを使ってこの先の地面に輝き光の輪を開いた。その途端、巨大なモンスターどもが溢れ出したんだ。ヒゲの旦那は輪を通って進むようなクルーに命令したが、奴らが今も生き残ってると思いねえ。私も行くわ。これ部屋、オーシャンズハートを狙ってる。もしあいつの手に渡ったらどれほど恐ろしいことになるか。あなたも分かったでしょ。ああ、悩む必要もねえよ。そういや、マロって男も通っていったぜ。父さんもここに。分かった。どこへ行けばいい？この先にある輝く輪の中に入るんだ。そうすりゃ、お前の姿は消える。そっからどうなっちまうか俺は知らねえ。おお、普通に行けるってことか。でもさ、なんか前回、親友がっていうか、女の子がなんたらかんたらってたかさ、実はあの、ティナリってこう、敵だったりしてね。あまりにもっていう感じはするけど。さあ、ワープ。おお、あ、戻っちゃった。これさ、ぱっと見海底の中入ってるよね。うん、そんな感じする。海底だね。うわー、やっぱそうだわ。しかも雷使ってくるし。え、ちょっと待って、一撃？うわ、しかも全然死なねえ。マジか、こっち一撃か。回復するだけ無駄になるじゃん。刺激はやばいなぁ。ああ、だからサンゴの鉱石だったのか。海の力っていう感じで。なるほどね。あ、すごいのいるね。ちょっとこれあれだなぁ。きつかったら、防具強化とかも途中でしに行こうかなぁ。はい、戻ってきました。で、そうだね、とりあえず攻撃剣に関しては最大まで上げて、防具も多分銃が最高かな、まあ、クエストやってきたんで続きやっていこうかなと思います。いや、これで多少マシになるはずだね。ダメージが常に入るのはやっぱ痛い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 。まあでもだいぶ耐えれるね。これさ、倒せない。痛いね。なるべく、いやー、壁貫通はやばいって。あれ取れないしな。
もう手数でやられるな。マジか。やばいよね、もう数で押されるもんな。しかもそこで必ずコインを落とすっていう。やばいね、爆発にしたがためにいやー、フレーム使えば使うほど大きいなっていう、よくわかんない状況になってる。わけわかんないよね。使えば使うほど不利になるってもう成り立たない。あ、いい。いい、だ、いい。ああ。ただただ痛いだけ。降りて、そうだね、これ多分、右上のルートに行くんやね。よし、貯めればいけるけど、ってか、たださ、これさ、最悪なのさ、壊せないんだよね。壊せない時がすごいもったいないっていうかさ、合わせないのだけどうにかしたいな。よし、踏んで次は上か。あー、それダメージ残ってんだ。どういう原理？当たり判定残ってるっていうのがまた。右下行った。まあ、左は違うところからだろうな。いや、これでもさ、この防御力でこのダメージだから、ダメージだからね。別人だ。4分間 1.5 倍のパワー。まあ、ボス戦で使おう。いいね、親切だね。左側全然痒くなかったけど、右側はあるんだね。んで。うわー、ダメか。やばいな、あのカニさんね。結構痛いなマジで地味に痛い。中央、あ、いった。もう左か。いきなり落ちてきた今ね。やばいやばいやばい。この心臓もね、なんか使えるってわけじゃないからね、まだ分かんないからね。
はい、落ちた。なんかね、こう、あれなんだよな、すんごい下に吸い込まれるっていうかさ、動きが。ああ、そういう感じなんだね。ああ、最後あったね。なるほど。でもこれで全部つながったって感じか。おーおお、痛ーい。あ、いや、壁貫通はダメだって。壁ってか、マップ貫通はダメだって。許しね。倒せたけど、うーわ。はい。うわ、しかも鍵ないと入れないっていう。ひどい目にあった。あ、これ押してこっちだよね。あー、なるほど。あ、戻った戻った。で、鍵ゲットして、いや、あのさ、炎を吐いてくるこれ壊せる方法わかんないんだよな。あ、やべえ。はいはい。春の礎を訪れる者は狙撃の腕前と信仰の両方を証明しなければならない。アーチはお前の挑戦を受け入れるだろう。弓系か、射撃って言ってたもんね。矢あれば魔法の矢あったらさ、普通の矢いらなくなるんだよね。なんだろうな、このいらないか。おい、貯めれば一撃。おい、痛い。この顔腹立つな。はい、吸い込まれていく。これな、ほんと地面吸い込まれていくのしんどい。よし、やべえのが分かった。全部先に生贄になってくれてる感じがするな。でも海賊が、ういっ、あ、ちょ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 、それダメそれダメ。芝、ね、途中一回出てきたことあるけど、ほぼ一撃必殺の子だったからさ、やばい強いんだよね。なんとか倒せたけど、やっぱ防御力上がってるおかげだね。ハート5とか6がさ、一瞬でなくなるから。玉座だ、やばいやばい、玉座で遊んでる場合じゃない。お、親父、
父さん、父さん。ティリア、ティリア。ああ、娘よ、見違えたな。ここに来るまで数々の戦いを得てきたのだな。私はお前を誇りに。ちょっと、お姉さんと私を何ヶ月もほったらかしにして死んだと思ったじゃないの。人を助けて海賊と戦うお父さんのことは尊敬するけど、次からは手紙の一通くらい送ってよ。だけど、今は私も一緒に戦う。黒ひげの計画を止めるわ。あ、やばい。マロ、お前がここにいることは分かっていたぞ。全く気に障るやつだ。あ。くそ、ティリア、お前なら何をすべきか分かってるはずだ。私はあのバカを止めなければならない。待て、このゴロつき目。見つかったがために、後ろから攻撃されたと。いや、危ないって、だからその卑怯やめマジで。いや、マジでさ、入った瞬間戦闘はダメだっていくらなんでも。毎回言うけどさ。お、古びた王道の鍵だって。これもあれか。また、サブクエストっていうか、そんな感じなんだろうね。コウモリいた。だよね。だって明らかに、なんか後ろおかしかったもんね。ダメか。なんかダメージが通ってる感じはないもんな。痛い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 。残りがが痛い。いや、あれどうやって行くんだろうね。ぐるって回るパターンかな。行っていい。いるな。うわー、お前か。いていていて。視界外はダメだって。でもギリ間に合えば、よし。ゼロになった瞬間触ればっていうで、ね、おー、わけわかんなくなってきてるけど、よし、オッケー。あ、炎ね、こんな感じか。で、キャンドルは？お、まあ、敵追尾する感じな気がしたけど、試してみようか。せっかくだし、いろいろアイテム使いたいもんね。やばっ！え、めちゃくちゃ強くない？ソルトキャンドルやば。これディフレクト系か。はあはあはあ。エーテル爆弾はなんか敵が止まるっていうのは聞いてた。でも爆発範囲すごいね。とりあえずこうかな。もうだってさ、これさ、ゼルダの伝説の定番のやつじゃん。お尻叩くやつ。ここで出してくるかって感じはするけどね。しかもどんどん速くなるパターンでしょ。
水没。いつものやつ、水没は。小さい鍵ゲット。ああ、で終わりか。あ、これ上まで行ってたら大変だったね。ほい、行っちゃおう。さあ、この先。なんか、ああ、ワープだ。やべ。見て。お、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 お。で、一旦食べ。食べて食べて、いや、あのね、ボスのゴリ押しはダメだって。やばいよね、ボスのゴリ押しされたらさ、何もできなくなる。痛いね。さあ、どうした？ツーって引き寄せられた。ツーって言ったね。この呪いを求めるのか？お前は私を追い詰めた。それを隠しきれるほどに。お前は、オーシャンの祝福を受けるに値する人物かもしれん。私と違ってな。私には後悔しかない。後悔からは死んでも逃れることができない。お前は、オーシャンの祝福を正しく使えるのか？あ、これもしかして物語出てた英雄のことなのかな。 あ、また客人だ。私は、はははは、お前のおかげ仕事が楽になったぞ小娘。ああ、あれさ、大きい眉見たことあるけど、あれ分断されたもののかけらみたいな感じなんだね。あの亡霊にクルーの刃も着されるとは、奴はこの宝を切り離せるかが問題だったが、私のためにオーシャンズハートを用意してくれることに感謝するぞ。よく眠っていたが、半身との交信で疲れたか。とにかく、こいつが人にをもたらす、なんか見てみようではないか。旧王の遺跡を海底に沈め、奴の亡霊を消し去ってやる。この私が新たなる海王だ。ダメよ。もうまずいわね。これじゃ勝ち目がないわ。一旦こっから逃げないと。逃げるのか。え、ここに来て逃げるの？逃げんのか。いたー。しかもそこ降りれないときた。いいけど、あ、逃げる。え、まさかそういう展開なの。ふう。あ、飛んできた。お前だけなんか私の車で逃げ出すとはな。まあいい、ついにオーシャンズハートを手に入れたのだ。そうか、なんか船はあるのか。さっき私が大砲で沈没させてやったが、それもお前の船の力で引き上げられるのか。なんだと貴様、穴の開いた船で帰ってみればいいさ。黒ひげは船のあった場所に逃げた。だが私は傷はかなり深いようだ。心配すんな、大丈夫だ。お前は黒ひげを追い、東にある橋を渡るのだ。奴を倒してくれ。分かった、アトーさん。すぐ戻るから。あー、で、こっからまたボスになるわけか。あれ、ラスボスじゃなかったんだね。雰囲気的にラスボスっぽい感じだったけど。え、父さん、なんか回復アイテムくれない？え、
アイテム欲しいな。こっちかな。あれは父さんの船。あ、こっちっぽいな。セーブするはい、セーブしてラストバトルだね。よし、行こう。まあいいだろう、船だと必要ない。オーシャンズハートの力使い、我が石の力で海を越えてやろうではないか。だが、その前にこの力でお前をひねり潰してやるぞ、小娘。いてぃ。分身すんのか。あのね、光りすぎてわかんないわかんない、わかんなくなる。あー、だからさ、ダメージでかいって。いやー、痛い。やばいやばい。いやー、画面が見づらすぎてわかんない。やばいやばい。ためなんてなかった。もう一気に使おう。あー、ダメ。回避ボタン押しても回避できない。あ、終わった。終わった何も音楽も流れなかった。 BGM なしなんかな、ラストバトル。あ、壊した。そもそも使わないという選択ね。親父は？いた。傷の手当てはしたが、お前に加勢できない。黒ひげに挑むにはまだ時間かかりそうだ。大丈夫、黒ひげは倒したわ。もう誰も二度とあの魔法は使えないはずよ。お前は誇りに思うよ、リリア。私がお前に教えることは何もない。さあ、家に帰ろうか。いや、最後さっぱりしてたな。戻ったのね。帰ってくるって信じたわ。家に帰る準備はいい？逆にこういうところで、一時住んでたら戻っても退屈しそうだよね。父さん、あ、感動の再会ですね。え、海賊評議会が船長を失ったって聞いたわ。黒ひげの後を継ぐこともできる人物を知ってるの？そう、私を。リリー、そうか。まあどこそこ行ったもんね。ホーニーゴールド。なぜだかお前とは馬が合うような気がするな。お手並み拝見だ。リリーはそうなったんだね。まあいろんなところ行ったしね。はい、ということでオーシャンズハートクリアです。いやー、あのね、途中なんか落ちるギミックとかがね、ちょっとしんどかったなーっていう感じ。ゲーム自体面白かったね。え
まさかのなんか発動しちゃったね。っていうところかな。ゲームが難しいというよりかは、そのいやらしいギミックが多すぎるっていう感じだったね。でさ、普通にストーリー進めてたらさ、全部のこうアイテムがたまるの、なんか見つかるのかなーとか思ってたけど、まさかね、多分サブクエストしないと全部のアイテム手に入らないんだろうなーと思ってね。ちなみにニューゲームすると、ここで一応引き返せれるというわけか。アイテムもね、まだ3つぐらい空きあるし、ここら辺もあるもんね。魔法がそもそも多分4つあるんだけど、会長の涙しか俺持ってないんだよな。だからここの3つも何かしら魔法があるんだろうね。ある意味だいぶゴリ押ししてきた進め方だったんだろうな。まあ素材に関しては全部あるけどね。まあ、サブ系もさ、こんだけまだ多分ここで発見できてないやつとかさあるから、まだまだやり込みとしてはあるんじゃないかなと思うんで、もし気になる方はね、プレイしてもらうといいんじゃないかなと思います。ということで、ご視聴の方ありがとうございました。まあ、また別のゲームやっていきたいと思いますので、よければチャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。